ごちそうさまです。ごちそうさまです。白浜が、なんで炎上するんですか押したからです。いや、おかしいでしょ。おかしいでしょ、白浜炎上するんは。いやいや、押したからですよ。いや、ちょっと矢島のスローモーション以来信じれなかったことが起きましたよ。なんで白浜が炎上すんな、あれ。まあ、それが世論ですから。いやいや、世論おかしい。世論おかしい。あんな落ち込んでるんやから、実際。いや、あれね、やってることおかしすぎますよ、その。 そ,のそいつが、消防、今、ほんま救助せなあかん、消防隊員を邪魔して、イエーって写真撮ってたら、そいつが炎上するよ、どんだけ突き飛ばされても殴られても、そいつが炎上するよ、それぐらいされても仕方ねえって言われるよ、絶対に。まあまあまあ、その、あっちでしょ、炎上するの。まあ、そいつも炎上してるよ。 そいつも炎上してるけど一方、一時ニュースとしてはまず把握できてないところじゃん、生配信やったりするかその時はちょっと、ああ、なんか、俺れ、押してるからなんか炎上してるのかなって思うぐらいのことよ、このあと次の日になったら、あの、撮ってたやつが大炎上で白浜でで落ち込んんんね撃た。れい この二人、林間と白浜がさ、この世界はみたいなこと言ってるけどさ、両方同じやつやろ、これ同じやつが店に来て、同じやつが白浜の元に来てて、あいつらが悪いだけやろ。あいつら世界じゃないよ。あいつら世界あいつら世界じゃない。でもいなかったよ、あっちの世界にはあいつら。あっちの世界にはいなかったけど、でもなくなって、あいつらが世界にはならん。 そうね、まあまあ、ちょっとね、あの世論の感じが変やなとは思いましたけど、うんうん、まあまあ、そうね、戻ってきてね、ちょっと辛い目にやっつ、ね、辛いですよ、ね、それは、うんはい、みんなね。でもね、まあ、その中でもこう希望というか。うんうんはい 結構いい思いしてるのは過去側ですよね。過去側ですか。いい思いしてましたけど。全然捕まってないよね。過去側に関しては未来に行った行ってない関係なく加トちゃんが刺されてるのはもう傷もあるし、みんな言ってんねんそうやな、証言もめちゃくちゃ集まるよね。捕まらなあかんやろ。そうやな。でもまあ刑事はさ、未来に行って、こいつが刺して、でこいつが埋められた、こいつこうされた。信じられるか、こんな話。いやまあそうやとしても。 刺したことは信じ場所がどうう,ん、う一緒くたにしてたなでも、ねうん、まあそうやな、うん、未来の知ったこともきなんあの立証しないと捕まえれない、うんうん、っていうところがやっぱりその刑事たちにとって壁になってる感じはあるじゃあまあやっぱラッキーやな加工はあ加はラッキーやね、うん、それ未来で刺したっ未来だからセーフセーフラッキー傷与えてもセーフ <laughs> ラッキー、えー、本人も刺されたの分かってるし周りも見てるし見てるしな、うん、そうやんな加藤ダメやと思うけどないや許したんじゃない加藤がいいですよって刑事さん <laughs> もう加古のことは大丈夫ですとあまあだから被害者がといういやでも 申告罪じゃないからさ、非申告罪なので、刺したのは、その事実があるだけで、被害者が訴えるったに関係ないですよ、捕まります、時短とかないんですよ、人刺すのに、そうですか、名誉毀損とかじゃないからそうですか、まあまあ、名誉毀損みたいなものでやた、これら。 へぐられてるか厳しい厳しいそうかいや過去は捕まんのはね、うん、時間の問題じゃないですかだからあそうですかね、はい、だったらねいつかはね、うん、達也はそれやったら納得できへんやろ なんででだよってっ。あああそうやねね確かに、ね、たまあ、まあでも知らねえよって <laughs> 言い出すよ。達也の主張でもわけわからんから <laughs> それは。まあまあ、でも達也がね、割とね、あの普通のやつになってる感じでしたね、今ね、普通に働いてっていう。そうですね、はい、まあまあ、いい感じになってたね。ね美容師になってたね、ねいい感じだったね。だから、茅島家の問題あとはお母さんに、ね、お母さんぐらいじゃない。<laughs> 大問題は <laughs> 大,問題大問題やな何が目的やねあのお母さん本当にまにまあまあまあ,まあなんであの年齢であの感じで売名行為ができん <laughs> <laughs> なんでその名を売りたいねあいつ <laughs> いやまあいいあい,いい母とは思われたよねいい母とは思わい自分から売り込んだんじゃなくて見つかってもうて取材受けた時にまあちょっとでもいいように言ってやるっていう <laughs> つらつらスムーズに嘘出るなその割には <laughs> っていうかそんなことで落ち込みすぎやなおやもなおやもね、うん、まあまあでもいやあれまあめっちゃ腹立つん腹立つけど、うん、まあ自分があの数年苦労してえっと達也をね育ててきたっていう、うん、まあそれをすべてなんやろうな私が私もやりましたみたいないや腹立つよ腹立つ腹立つだけや、うん、腹立つだけよまあまあ そうやなでもあとまあ母親の人間性を目の当たりにして落ち込むやっぱり知ってたもののここまでかよっていうのを目の当たりにして腹立つ上に落ち込むっていうのは <laughs> そうか、はい、直哉の方の感じは私はねそれで納得ができましたけど。 世論とかあとまあなんかちょっと細かいところの感情変やなって思いながら変というかまあまあでもすごくリアリティあるところもありましたよどこですかめちゃくちゃリアリティあったのが牛丼のところ牛丼のところああこはさやっぱりあれ見せられるとなんだろうなああいうの一番好きやから俺あのめちゃめちゃ飯うまく感じる飯うまく自分のこの財力でどんだけ幸せになれんねんっていうさまざまだとこの 見せつけられるというか確かにね、あれは結構、心に残しといたほうがいいワンシーンがそうそうそう、そね、だってあれを次、牛丼屋行って食べるときに、あれを思い浮かべながら食べた時の、このうまさ半端ないよ、うん、きっと。確かにね。うん、いや、僕、昨日奇跡が起きたんですよ。ああ、聞きたくないね。<laughs> ペンディングトレイン見ながら、牛皿食ってどこでやねいや、家で、家で。なんで家で、牛皿食ってんの家で、だから持ち帰りの牛皿を食ってたのああ、そうなんですか、はい。うわーって思って。 いやーって思って、奇跡起きたーって思って見てたわ。そうか。うん、まあ。めちゃうまかったな。うん、炎上せ。<laughs> なんで炎上すんねん、それで。<laughs> めちゃめめちちゃゃうまかかっったよやぱりあれはね確にワンンシーでくちゃいいっすねでもの本当に飯食いもんが何かうまくなるワンシーンっていうのは絶対覚えといた方が自分の暮らしの役も立つもんなそうやねめちゃくちゃいいなと思っていいねあれはうまいね絶対まああとそのより人間が深く知れたというか関係性とか深掘りできてたからそこがやっぱりこのドラマの面白いところやと思ってあれだっあれすけど特に例えばやけどやっぱ明石とかは あのー、<laughs> なんだろうな。ふりふりやったやん。<laughs> 明の、はい、まあ好きな女性のタイプっていうのは、はい、ちょっとわかりやすかったですね。あ、ほんまですね。<己> <laughs> 気の強い女が好きねほんまやなあれ乗り込まんもんね乗り込まんよ普通ほんまやなめちゃくちゃ同じ曲同士の磁石がぶつかってる感じしましたね一瞬で最初はねちょっと引け越しやったんやけどレナの方もねああそうやろ一瞬一瞬やったなすげえじゃないのガってスイッチ入ったなあんたら全員死ぬんだから なんてことめちゃくちゃ同じタイプなんちゃうかなと思いましたね。だから明石の言葉に嘘嘘ははあったけどないよねそうやなそういう意味でれ嘘う嘘はそもそも明石はついてないかもしれないもんね。別に言ってないよね。言ってないもんね既婚同行っていうところはそしてまあまあそうね嘘は本当にタイプやったと本当にタイプやったねだから本当にレイナを愛していたんやろうななんで帰ろうとしてだからもうそれはさレイナがあの。 あの場所に残るなんかは明石からしたら実はその不倫してる男性の状況からしたら好都合よきっとああなるほどバレてしまうからそうそうだからバレないことになるからレイナがもうその未来に残ったらでもそれでもそれでも一緒に帰りたいと思えるほど愛したんやろうなレイナのねレイナのあの気の強さメンタルえぐいよねその 帰る時の明石の顔はさ、はい、そのバレるなんて1ミリもこう思わせないような <laughs> はい、はい、男の中の男の顔してたけどな。<laughs> 明石はさ、明石はもうでも、あれじゃない、うん、結構忘れっぽいタイプなんかもした。ね、なんで明石の奥さんこうへんかって、あの、会うところで。ほんまやな。あっこい濃いよ。<laughs> いや、レイナタイプやから。明石も結構、だから家では割と虐げられてるんだもんね。 じゃあ文句言うなよ、はい、そして別の虐げ,られ虐げてくれるやつを見つけた、うん、ということな,な,なるほどね、はい、なんかその俺たち家族いないからなみたいな顔してたやんや2人で、うん、してたしてた何やったんやあれ <laughs> <laughs> してたけど、ねうん、そうね でも面白かったな、このシーンはな。明石の人間性が見えてというか、そうですね。というか、まあまあ、でも今回はそういうふうな模様がいっぱいありましたけど、次週、いよいよ結末というか、ってどうなるんですかね、こうアナウンスだね、でもなんかこう、白浜がさ、今回ちょっと闇落ちというか、そのユーチューバーのせいで、ユーチューバーなのか、まあまあ、インフルエンサーのせいで、ちょっと悲しいことになっちゃったじゃないですか。 炎上系ですよね炎上系ですの炎上系に巻き込まれ炎上をしてしまったということでまあ悲しい世界がこんな世界みたいな感じになっちゃったけど違うよあいつだけあいつだけやねんけどさ冷静になって翌日になったら絶対大丈夫やからっていうところやねんけどさまああの次回の予告でまあんか全ての人は逃げられない俺はここにいるっていうようなこと言ってたからこれってあの どこかに行けば、うん、あの隕石がの衝突、うん、隕石は、まあ、例えば衝突したとしてさ、うん、あのどこかに行けば、えー、と避けられる状況にはなるってことだと思うんですよ。そうやな、うん、それは知ってるからな、たた未来に行ってるから、まあ、つまりあのスカイツリーかブルームタワーか、まあ、トンネルかにいればっていうところはあるじゃない。発電所 いや埋まる埋まる発電所は。埋まったらあのそこから,あおられ上がる、出れないから。出れない,から <laughs> いやいや、それはもうスコップとかいっぱい持ってって。<laughs> スコップ,プは上から掘っていくもんやから。下からも掘りたいよ。下から掘りたい。ういうスコップや。<laughs> 下からはちょっと厳しいよ。電動スコップでも。電動スコップでも厳しい。いけるやろ、別に。土砂がガーって出てくる結局埋まるよ、それは。中からは無理よ、ちょっと多分。でも電気も使えるで。いや、でもさ、あのうん、中から、でいや、別に外。 外側に出れる部分があんねんからそっち行こうぜスカイツリースカイツリースカイツリーだからブルームタワーブルームタワーあのこそ電気が切れるからはいはい中いてもこうやって降りんねんいつまで電力どうやって降りるんだからいつまで電力みたいな降り方はだからもうギリギリのところよ大体もう写真も撮ってるわけやここの回数やっていうところが地中ここやっていうところがあると思うからいたとして降りるとき外から降りていかなあかんぐらいブルームタワーは階段あるからさだから 詳しいな、ブルームタワー。ブルームタワーはエレベーターないよ。エレベーターないもともと階段の施設。階段でどこまで上がれるかの施設。あ、そうなブルームタワースカイツリーも階段ないんかな。あると思うけど。 内側にあんのかどうか分からんね内側まあまあ外側やったとしてもまああのガラス割ってでまあ怖すぎるっていやそれでもその時死ぬよりいいやんか絶対いやそれやったら俺発電所おるわ発電所おるいやお前だからそのまま飢え死によなんでやねん出れずにめっちゃ持ってくで食料ああまあしばらく生きてるよあ100年分100年分かいやほんなら寿命までいけるやんそれやったら寿命までいけそうやな いや、外出るよ。悲しい人生やけど、ね。外、なんで一人やねん。外出れないよ、だから埋まってるからよ、あれはなん。なんで、お前はそんなんだよ。<laughs> 出れるんだよ。<laughs> 出れないよ。土の圧力、すごいねんから。<laughs> いや、出れるって。出れないって、ま、ドアも何も開かないって、あれ。外側からじゃないと。内側から内側から開けれない。壊していったらいけるやろ。え壊していったら。ドア壊したら土、なだれ込んでくるやん。 それ何があかんの <laughs> いあかんやもう掘れないよだから掘れないというかだからまあ流れ込んでくるだけやんこういうこういうこういき埋めよなんでやねここそこ広いんやね発電所は広いけどさ、うん、広いけどいや厳しいと思うけどな発電所の方やったらいやまあでもとにかくどっちかにどれかに、まあ、発電所もじゃあ入れましょう,うでしょスカイツリーかブルームタワーか。 発電所はないと思うけど、うん、<laughs> トンネルこそあれやばいよだからあの場所に、えーとうん、そのまま残ってた建物っていうのは、うん、えとまあいけるわけじゃない生き残れるっていうところやから、はい、そこに行くのかなと思いますよ赤ん坊抱いてるさえ。 そうとまあそこに行くっていうようなことなのかなとは思ってて、どっかに行けば避けられるということなのかなと。すごいエンディングやな、それで終わって思ったら。まあでも、うんえと、なんだかんだ隕石衝突しないみたいなこともあるんかなとも思うんですけどね。まあ、最後の日、うん、12月9日ですよね、最終日。12月9日を迎える。うん、迎えるものの、えー、と迎えて、えー、と避難もする。避難もするものの、えー、と実はあ,のあいつが手打ってましたみたいなこともありそうじゃない、なんか、ハスミ 蓮見蓮見が手を打ってましたみたいなこともなんかありそうな気もしますし、まあ、何もし捨てなさすぎるか今まあ、うん、そうやなだから結局なんでそんななんだろうな個人の問題にされてんのこれ何が何か、うん、3年間さ行方不明やった車両ごとさはい、はい、3年後現れてさ 個人が言ったこと信じるか信じないとかさ、はいはい、研究者1人がそれを調べてるとかさ、<ー>すげえでかい、世界的ピックニュースちゃうの、これそれはそうやと思いますよ、まあまあ、えっ、ー、と、まあでも、もう報道規制してんのかなあ、それはもしかしたらそうかもしれないね日本のことだけでちょっと、これはちょっと日本の恥です。<laughs> でこんなことは日本の恥です。でということで国外には出ないようになってるかもしれないねもしかしたらちっちゃいね恥ずかしい話ではないやろ別にネット上でねそうかネット上ではささやかれたりはしたしてそうですけどねまあでもちょっとその次週の言葉からまああの 俺はここにいるっていうことをまあ選ぶ選択をしたじゃないするっぽいじゃないですか白浜がまあこれもだから今回のえとことが影響しての選択なのかなと思うと割と今週悲しい伏線やったなっていう感じはしますけどねその白浜がさ犠牲になるっていうようなことであるならばその回避もし不可やった場合に隕石が衝突した場合にっていうことですけどその場合はちょっと悲しい白浜がっていうことになるんかなとは思うんで。 悲しい結末です白浜だけですか<ん>白浜だけ白浜、まあみんなでも行き,行きたいからスカイツリーの方行くでしょう。白浜行かへんの白浜はでも俺はここにいると。んなんでや ?YouTuber ーーのせいや。落ち込みすぎやろ。まあまあ、でもなん,なんなんやろうな。うん、でもまあ、選択としてはね。だから みんなを頼むみたいなことを萱島にも言ってたからちょっと落ち込んだ部分もあるんやろうなでもなんかこう戻ってきた時に日本中でこうわってなったりとかちょっと有名人になってしまう覚悟はあるやろうと思ってたけどなもっとああそうやんん。それはだって行方不明のグループでね未来に行ってて戻ってきたらどういう形であれこういう人気たようなケースここまでこう世論が。 こういう下水動き方になるか予想つかなくても、う嘘だと信じてもらえなかったりとか、個人情報、フューチャーされちゃったりとかっていうのはあるやろうなっていうのは、なんとなくね、思ってた気はすんねんけどな。なんとなく思ってたところはあるやろ、まだ思ってたやつもいたんやろな、そうとかね。いや、いたやろ、も思思っっててたたんかかなそうです赤しは何も考えてなさやけどな、情熱で生きてさやけどな。いやいや、赤しは考えてたんじゃないそうですか。うん まあまああいつがだからあれよね6号車のやつらがっていう感じよねそれを利用してあそうだねはい、はいうん、まちょっと有名になってみたいなところもありますからうんうん、うん、いいよね <laughs> いいんかないいんかなあれ全然よくないけど全然よくない <laughs> 全然よくない <laughs> <laughs> そうだねうんそうやなまあちょっとうん、うん、そうやな,うやなど,うどうなんやろうみたいなこう,こうなるんかなみたいなところはあれど結末どうなるのかっていうのはちょっと気になるところですね そうですね、はい、他の結末あんのかな、これ、救われる、救われないでいうと、言うて6号車の他のやつらも気になるしな、隕石衝突すると思う隕石衝突しないと思うよ、したらちょっとえん最後の絵の作り方がちょっとなさすぎて、はいはい、めっちゃめたやけど、<laughs> うん、ああ、そうだね、どんなラストシーンにするかがちょっと想像できない、ハリウッドでもないしさ、こ、うん、んな。 ぶつかったシーンとか取れないやろう。しそしてなんかこの感情的にもハッピーにはなれないからね。うん、そうだね。俺も、うん、そうだからそういう意味では隕石衝突しないと思うんですけど。なんていう考え方だけど政策的政策費的に無理やと思う。思ううね、隕石がぶつかること。そうやと思うよ。ああでえっ、ー、とそうやねで。 だからその後どうするねんっていうところもあるし、うん、まあ生き残ったとて、スカイツリーとかにいて生き残ったとてどうするねんっていうところもあるし、うん、あとまあ、あれよね、まあ、やっぱ回避っていうのが、実は蓮見が何の役にも立ってないってことになるもんね、うん、結局、うん、そうなると。いや、まあ絶対回避なんでしょうね、うん、とは思ってますけどね。回避でしょうね。 あの発電所理論で、はいはい、全員発電所地中に埋まってあ<ん>あの、ぶつかった瞬間見てないと、<ん>で、1年後、はいはい、開けたら、<ん>出ていったら、あの世界に近いことになってて、<ん> 1>, てて1年後なん、1年かかの 終わった後の感じが良くないよ。<laughs> まあんま良くないんですよ。だからまあ結局ないんじゃないですか。<laughs> ぶつかるってことはまあまあうん、うん、割とその絆萱島と白浜の絆とか、うん、で、えっと人その旗のさえさえがどっち選ぶねんとかも。なんかちょっとあった、うん、あるからさ。結構なんやろうな。人間関係を割とその。 中心に描いてる部分もあるから割と見た後の感覚はいいもので終わりそうな気もするんですけど、うん、そうだねだから割と早くパーッともう解決しちゃって、うんうん、でまあどっち選ぶのっていう話で俺はここにいるって言ってただけかもしれないね行けよ島さんって、うん、あそのさえの選択にしてた大げさに言うなもしそうやったら <laughs> そうやったらいいけどね、うん、まあでもなんか回避はされそう回避でもどうされるんかどうされるのかがちょっとそのあれですね あ楽しみですね。どうされるんやろうなっていう。デブリなのか、うん、えと打ち上げた衛星なのか衛星かデブリか、うん、<と>ピッピッピッっていうのはあったからね、うんうん、映像で。あ最後ね、うん。だからまあそれを、まあ、早く早めに理解する把握するっていうこと自体は、うん、あの計算上、まあ、それをちゃんとした人が、うん、アメリカとかとやり取りした時にそれは。 ちゃんと研究したらわかることじゃないですか。最後のシーンね。だから隕石があれが衝突するものやったとして、惑星やったとして、来てるっていうのは特定できてるとして、ただ今は軌道は地球をそれる軌道ではあるってことなんですよね。そこで未来から来た彼らの言うことを信じてもらえるかどうかっていうところですね。 救われるかどううかっていうのがか何もしてなくても、はい、未来から来たことで、うん、何かがこうデブリが減るってことあるのかな未来から来たことでデブリが減るは何か言ったっていうのはあるんかな減っていた <laughs> いやいや訴えがないとな,い <laughs> なさそやけよなそれって <laughs> <laughs> 何もないよね,そうねでもまあ打つ手は打てる打って何か例えばその打ち上げを防ぐってあったりとか、うん、まあ何かその打つ手はあったり 上で、うんえっと、12月9日を迎えるんやろうな、で12月9日を迎えて、えっと、でも一応避難もしとくみたいなことなのかもしれないね。うん、だから、えっと、小春の娘、小春の,むす小春の子供を冴が抱いてるっていう状況にはなるっぽいもんな。うん、はいはいはい。なんか、そうだな、うん、もうだから実はあの民法が送られてきたところで、解析、うん、とかは済んでて、うん、実はもう裏では動いてたっていうこともあるのかな、この3年間。このの年間<ー>実はその、うん、だから 蓮見がっていうこと蓮見が,があれを手に入れて <laughs> はい、はい、そこからのいろんな経緯でっていうあそうかミーぽ2023に来てるもんな、うん、来てるからホンやねっていうのもそうでしたみたいなはいはい,いとかもあるんかな、うん、まあ今でも隕石の解析でその証拠としてるっていうようなことを加藤が言ってたから、うん、言ってたけどうん 加藤蓮見と会えてないからさ、こうやって結構実は、ーやと思うんですよね、普通会えるやん。で、会えてないのもさ、描いてるから、会えてないことに何か理由があるのかなと思って、だから蓮見があんまり掘ってしまうと、実はこんなしてたみたいなことが、最終回で使えなくなっちゃうから。 なるほどね、そうか、そうやね、いや、蓮見からしても、加藤、めちゃくちゃ会いたいやろっ思う同じ大学に、ほんね、めちゃくちゃ今、おってることのプラスなるやろ、聞きたいこああ、連れてこい、加藤。ってなるはずやねんけど、会えてないっていう状況をあえて見せてるとしたら、蓮見が絶対に何かを秘密裏に動いてて、助かるみたいなことは、蓮見が救世主ってことだね、多分そそれはうでしょんね。はい というね、はいちょっと皆さんはどう見てたのかというのをちょっと教えていただければそうねはね、い、まあそれか最終回でこうやっぱり、はい、あのトラックがはいはい<う> <laughs> 矢島のトラックトラックで回避するって手もあるけどな回避ってどうする矢島へ暮らすローモーションになっても隕石回避はできない <laughs> 危ない <laughs> 危ないって言って何やろうなでも隕石衝突の瞬間は矢島のスローモーションが見たいどっかでどっかでこう走ってスローモーションになってるところが見たいな まあでも本当にさえがね、はい、学校の先生辞めちゃったからはい、はい、矢島が。 うん、就任してることを願うななんで矢島先生なんで <laughs> いや子供が多かったらスローモーションに行 <laughs> っちゃ <laughs> うの。高校生相手にはスローモーションできないからな無,理かな無理やと思うよちょっと矢島も。ね、もうちょい子供じゃないとね歳ぐらい矢島力も。矢島力がね見せれないよ。<laughs> 確かにな。子供たちと鬼ごっこしたらずっとスローモーションない <laughs> や。も<島> <laughs> うん、ああ隕石衝突の瞬間もちょっとね、はい、どうなるのか注目して皆さんコメントもお待ちしてますお願いします,お願いしますということでごちそうさまでしたごちそうさまでした